春使うルアーの紹介。ルアーも紹介するけど、どういうところで何を使うか。じゃあまずルアーから。ビッグベイト、ポップマックス、バズジェット、バイブレーション、シャッド、小型ミノ、小型ミノのフローティングね。ピーナッツ、はい、お次にじゃあ、はい、スイムベイト、シャッドテールワーム、まあ、スモラバー、はい、全部魚メインじゃん。産卵控えとったら威嚇で食ってきたりとか、うん、これがおすすめのルアーですね。そう、おすすめ、うん。さらにじゃあどこで使うかをやっていこうかな、うん、うで、ね、でまずは池から。まあよくありそうなの池、はい、うん、まあ大体こんな感じでございます、はい。そんでね、はい、じゃあ今から紹介するのは春、はい、春の釣り方、うん、で、どこにいるやろうって、うん、はい、言えるのが、いろんなとこにおるけど、うん、バスが絶対いるポイント紹介、うん、絶対いるポイント、はい、この岬の、はい、まあ浅くなっとるやん、はい、この先端ね。へー、うん、なんでかって言ったらね、はい、水の通りがこんな感じで水が通っていくわけよね、はい、ってしたらこの水の流れが当たる場所、はい、逃げ場も多いっちゃね、岬ってさ。岬って要は浅いところと深いところ、その深いところに逃げればいいし、はい、で太陽がこう上がってきます、はい、こうさ、あの沈んでいきますとしたら、はい、どっかしらでこの影ができる。そう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 。でこの岬周辺だったり、はい、まあ岬の先端が一番美味しかったけど、どっかしらに岬はバスは絶対いるはず。で餌になる奴らも絶対この辺に寄ってたりするもんね。っていうのでまずここが、うん、重要。浅い深いをせっかく書いておけ、もう一個言うね、はい、浅い深いのここ、はい、周辺は絶対いる。そこを狙うルアーは紹介していきますけど、はい、まあこっちちょっと横から見た図ね、はい、横から見た図、うん、ここそこ、はい、ここ水面、はい、でして、はい、まず岬のところってね、だいたいこんな感じになっとったり、うん、こんな感じに、うん、なっとるわけで、はい、ここなんです。おバスがいる着くところ、うん、要はもう中層ね、うん、うん、にいて1段下がって、はい、2段下がってる。ここがね、はい、今の時期狙い目。へえ、うん、春先ってやつね。まあここを狙いますよってなった時に、はい、まず一番最初に投入するのが、はい、シンキングバイブレーション。バイブレーション、うん、を通します。へー、うん、で何も反応がなかった、はい、でもこいつのいいところがね、はい、食わんでも魚の反応を得れるじゃんね、うん、ブルンってなったりよくしたことあると思う。ありますね。あれ得た時点で何かしらの生き物がいるわけや、うん、生命感を感じれるこいつが一番のサーチベイトになってくる。食ってこなくても生命反応を得られるかもしれないやつ、はい、生命反応があった、ありました、はい、じゃあもうこの中層で決定だよねってなった時にまず怒らせてみようか。ビッグベイト、うん、で怒らせてみて、はい、でこの時に重要なのがチェイスがあったかないかさね、はい、ここにバスがおったら、うん、チェイスがね最初の一投でね怒る確率がめちゃくちゃ高いとよね。ビッグベイトって食ってこなくても、はい、でさらにじゃあ例えばこれでブルンってなって、うん、あ、生命感あったぞって投げた、はい、チェイスがなかったぞってしたら、はい、バスがいないんじゃないか、違う魚だけだったのかなっていう考えが浮かんでくるわけでね、はいはい、で、あともう一つは小バスだけかなみたいな、うん、そういうでかいのにそうそうビビって逃げちゃうのよ、うん、で、まあもうその一点でしか自分はビッグベイトは使いません。ほうで、じゃあ次にどうしようかなって、はい、なった時にスイムベイト、うん、スイムベイトで、まあ、まずこいつらね、はい、でスーってただ巻きで通そう、はい、でして通しました、はい、以上なし、はい、うーん、これ投げるかなって思ったら、はい、ここで異常なかったらこれはもういらん。でこいつらじゃあ、はい、あの音は出ないよね、はい、じゃあ音に反応すっとかな、でようやくこのサスペンドバイブが出てきます。ラトル入り、うん、でもうめっちゃうるさいもんね、はい、ガチャガチャっていうやつを選んで、はい、また反応なかな、はい、さあどうすっか。でようやくね、はい、このスモラバが登場します。ちょっとネチネチと巻いたり早くもやってみます、はい、でダメやった、はい、でしたらこれジグヘッドになるわけですね、うん、でより食わせ、で今度はね巻いたりせんでね、はい、で中層フラフラもさせんで、はい、さっきなんでこの2段目って言ったかというと、
ここでやったらさ、中層の要はボトムを探れるわけや、はい、ここもボトムけど、はい、ここもボトムになってくるっちゃね、はい、そのボトムをネチネチやる感じ、うん、のこいつら、はい、でねここでもダメやったなってなって、はい、初めてね、はい、シャット、はい、やっていく感じで、シャットはね、はい、止めてねネチネチもできるしね、はい、音も出せるしね、はい、こいつらの要素全部入ってんじゃねえかなぐらいの、でなおかつちっちゃいやつが多かけん、はい、食い気が少なくても釣れちゃうやつで、最終的にシャット、はい、だけどこいつが一番軽めなやつって思ってよかね、普通やったらこっちの方が軽めになってくるやん、でもこいつらが一番軽めっていうか一番食ってくれそうなやつで、じゃあこいつは最初に投げときゃよかやんってなりますね、なるやん、はい、でもねこいつらが最初に投げたら、はい、ちっちゃいやつしか釣れなかったっていう感じによくなるっちゃんね、先にちっちゃいやつが食ってきてダメやったり、実際そのなんていうかな、季節の変わりだったり、はい、こいつが釣れたのかとか、いろんなことが分からなくなってしまうもんね、たまたま偶然釣れちゃったっていうことだけになるっていうかね、うん、だけどその今言った、うん、過程をやっていくと、まあ、大きいバスにも巡り合う可能性も強いし、その先もずっと安定した超過をね得られる可能性が強いっちゃね、でこういう状況はこれだったって、うん、そうそうっていうのが分かりやすくなる、で最終的にねさ、はい、またその前に言ったので、はい、濁ってる場所に行ったらこの中のどっかでこいつらをクランク、うん、やる、うん、フローティングミノーを持って言っとったやんっていうのは、はい、こう檻の中で逃げなんですよね、逃げなんですか、逃げパン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 ってさせて、はい、無理やり食わせる感じで、もうサイズも関係なくちっちゃいやつをもうとりあえず連れてくれっていう時のこいつ、はい、逃げすんで、うん、こいつらよりももっとね、はい、連れちゃうんじゃねえかっていうのがこれ、うん、今までチャターっていうのはね、うん、使ったことなかったっちゃん、実はラバージグで、はい、ロッドアクションでチャターのように動かしたらいいやんって思っとったじゃんね、ブリブリって、そう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 、でも、はい、このねデラブレイクだっけこれ、はい、そうですね、これがねスピニングで投げてみたらね、はい、むっちゃくちゃ使いやすかったんだよねで、あーなるほどってなったさ、あうん、パパパパパパ、人間には出せない動きだと、うん、ブルブルブルってね、いやね本当にこいつすげえなっていう、感動しました、ね、うん、のがね、はい、あって、はい、で今模索中で入れとった、うん、なるほど、うん、で多分ねこいつもね、はい、春聞く気がするけんね、なお入れてるって感じです、はいはい、で皮もじゃあ言っとこうかと、はい、ってこんなね S 字のとこだけ書いたけど、はい、まあ大体こんな感じで、こっちが上流、こっちが下流で流れてますでしたら、はい、どこにいるかバスは、さっきの感じだったらここじゃないですか、うん、正解、やったここ、やっぱそこですか、うん、狙い目、ただこの流れがね、はい、当たるやん、ここの当たったところのね、はい、変なよれができとったりするとよね、ここで要は浅い深いがあるわけけんさ、はい、流れがこう巻いたりとか、はい、いろんなことが起こるわけよね、ここで、はい、の一番穏やかなところがやっぱバスは好んどったり、気温がグーって上がったら、はい、今度はね穏やかじゃないところを好んだりするわけよね、うん、その2点でここ浅いところ、うん、この辺を探るよりまずここに行ってみろよと、浅いところ、うん、だいたいいるんですね、おるおる、ここをねやっていく、でさっき言ったのと全く同じようにやる、はい、川でも、はい、何でもバスってね、はい、面白い魚ってよく言われるやん、はい、でゲーム性が高い釣りとか、はいはい、なんでかって言ったら、はい、決まった通りにだいたい活動するわけよね、季節だったりもそうだし、天候とかにも、なんかねきちっとしとるとよあいつらは、それを踏まえてやっていくと、はい、どんなところでもねだいたい同じところにおるっちゃうね、うん、だけ川でこう釣れたな、はい、じゃあ野池はってなった時も、うん、その接点をね見つけたら、うん、うん、いけるんじゃないかっていう話が 70% 釣れる可能性の、で、あと残り 30% はね、はい、まず1個目いける時間って絶対みんな違うやん、ね、はい、うん、それの絶対ね、どっかしらね、うん、時間で
こう行ったりするわけよね。あ、おる場所が。そうそうそう。で、岬もね、はい、まあ、野池で言うと岬があるやん、はい、で、1個しか書いとらんけど本当はもうぐにゃぐにゃしとったりするやん、うん、野池ってさ、この岬かこの岬かこの岬かっていう選ぶのが、例えば日がこうって言ったけど、うん、じゃあ午前中はここだった、はい、昼間はここだった、うん、で、夕間詰めはここだったっていう岬がね、うん、3つあるとしたら、はい、時間帯っていうのがもう一個入ってくるわけよね。うん、ともう一個は回遊したりするわけよね、バスって。絶対こことこことここに居ついてますじゃなくて、はい、ずーっと回遊したり、それの、まあ、こっち回りだったりこっち回りだったりもあるけど、その癖を見つけること、やっぱりね、どんなに考えてもね、はい、探らんといかんところで、はい、っていうその3つの点で 30% を引いた 70% がさっきお話ししたあれ、うん、あとその 30% はみんなで、みんなでというか自分でやっぱりね、はい、見つけていくこと、うん、ほんとなんかここにご飯朝食べに来た、うん、夕方はこっちで食べるとか、うん、そんな感じがあるよね。うん、そうそう。で、のを見つけていくと、うん、あとはまあね、風がこっちから吹くかこっちから吹くかとかでもなんかね、違ったりするし、はい、でそういうね、一個一個のそのヒントをずっと持っとくわけさね、はい、データしたら、うん、したらね、ご飯できたよ、釣れる。オッケー。いつまで君1時間ぐらい春のルアー紹介してない。マジか。ご飯できたから。オッケー。すぐ降りてきてね。グッチョ。ご飯が、うん、ご飯ができたということで、はい、もっといろいろね、教えたかけどね、喋りたかてかね、教えたい、はい、というわけでね、はい、まあこんな感じで、僕はあのルアーを選んでます。使い分けてるわけですね、はい、こうやってで、はい、うん、そんな感じ。春が一番ルアーが多いよっていうことですね。 OK、 はい、OK なんですか。うん、そんな感じでした。はい、うん、じゃあバイバイ。ありがとうございました。よし、見に行こう、はい、ちょっとカメラさんもご飯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 。これ衝撃だから、このご飯。徳ちゃん、行くよ。これ、ムネオくんのチャンネルでアップされてる。ほら見て、ほら見て、徳ちゃん、あれ、ハンバーガー。あ、美味しくない。あ、おかしいやろ、あれ。じゃあ、まあ、あっぱれやった。あのハンバーガーができるまでは、はい、あのムネオくんのチャンネルでお楽しみください。はい、あれ、春聞くよ。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。